Um um、中立を捨て反イスラエルに立ち始めた中国、中東勢力図が米中派遣の分岐点に。 10月9日、中国外交部報道官は中国はイスラエルとパレスチナの友人と発言して中立の立場を鮮明にしていたが10月13日にサウジアラビアイカサウジイラン両国首脳が会談してサウジがイスラエルとの和解は凍結すると表明した瞬間から事態は一気に急変していった。 中国は明確にイスラエルのガザ地区に対する過度な報復攻撃を非難し、アラブの盟主サウジやイラン、あるいはロシアと足並みを揃えながらアメリカに対峙する姿勢を明確にしつつある。特に第3回一帯一路フォーラムでプーチンと会い、中ロ関係を対米という視点で強化共有し、サウジとイランを和解させて中東和解現象を演出した習近平としては、 この足場を固めてからでないと11月に予定されているアメリカでの米中首脳会談を行いたくないと思っているに違いない。その強烈な布石が中国を中立からイスラエル批判へと動かしているものと判断される。サウジ、イラン両国首脳の会談。10月13日のロイター電話。 サウジは戦争の最中にイスラエルとの和解交渉を凍結し、イランと交渉しているという見出しの報道をした。それによれば、これはサウジとイランが今年3月に中国の仲介により和解して以来の初めての両首脳による会談で、サウジはハマスの奇襲を避難せようというアメリカの呼びかけを拒否し、イスラエルと国交を締結させようとするアメリカの意図を凍結させ、 せっかく北京の仲介で和解したイランとの交渉を重視しているとのこと。なぜなら、もしサウジがパレスチナ問題を放置したまま、その最大の敵であるイスラエルと国交を締結すれば、パレスチナの怒りが爆発し、そのパレスチナをイランが支援するとなれば、サウジは再びイランと対立することになるからだ。そうなると中東における数多くのイスラム国家が再び結束して、 イスラエルと戦う中東戦争へと拡大していく可能性がある。サウジは何としてもそれを避けたいと動き始めた。アラブ連盟21カ国と1機構の中でイスラエルを承認しているのはエジプト、1979年、ヨルダン、1994年、およびアラブ首長国連邦、バーレーン、スーダン、モロッコ、 2020年8月から12月にアメリカの説得により国交協定サインの6カ国だが、スーダンはまだ国交を締結してはいない。本コラムの図表に参照。サウジのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子験首相は鋭い頭脳を持ち、なかなかに強い指導力を発揮している。 しかし残念ながらまだ38歳ということも影響しているのか老快な外交戦略に関してはバイデン大統領の罠にはまってしまったという浅いところがあったハマスの奇襲攻撃という反撃に遭いパレスチナを軽視しイスラムの結束を甘く見たことを反省しているに違いない 劇的に動き始めた王毅外相兼中共中央政治局委員。10月13日の上述のロイター報道を受けた後の中国の王毅外相兼中共中央政治局委員の行動が尋常でない。10月14日、王毅はアメリカのブリンケン国務長官と電話会談し、イスラエルを軍事的に支援すると宣言したアメリカに対し、軍事的手段にはいかなる解決の道もない。 火に油を注ぐだけだと主張した。同日王旗はサウジのファイサル外相と電話会談し、イスラエルの行動は自衛の範囲を超えたものであり、パレスチナに対する歴史的不正義は半世紀以上続いており、これ以上継続させることはできないと主張し、協力を呼びかけた。10月15日にはイランのアブドラヒアン外相と電話会談を行い、 政治外交的手段を通して問題解決にあたること、すなわちイランが軍事行動を起こさないことを確認しあったという。同日、オーキアトルコのフェイダン外相と電話会談し、ガザ地区住民に対するイスラエルの非人道的な報復攻撃の激化に反対し、パレスチナ問題を二国間問題として解決すべきであることを確認しあった。 10月16日に王毅は訪中したロシアのラブロフ外相と対面で会談し、国連や上海協力機構、あるいはブリックス諸国との多極化秩序のもとで、互いに協調した戦略を推し進めることを確認し合った。同日王毅はエジプトのシュクリ外相と電話会談し、互いにパレスチナ人が合法的な国家的権利を回復し、独立国家を実現することを支持することを確認し合った。 そして、シュクリ外相はエジプトは一帯一路の共同建設に引き続き積極的に参加すると述べている17日にはプーチン大統領も北京について18日に第3回一帯一路フォーラムに参加しスピーチをしているその後習近平との首脳会談に入っているがその内容は別途考察することにする。 習近平が築いた中東和解外交戦略。大きな動き回ったのはもちろん、プーチン訪中に間に合わせることもあっただろうが、ガザ地区問題が中東戦争を招き、第三次世界大戦へと発展するのを防ぎたいという習近平政権全体の外交方針があったからだろう。切除、習近平が狙う米一極から多極化へ。 台湾有事を作り出すのは CIA だって衝したように、習近平の外交戦略哲理は、恐怖欠人、歯に血ぬらずして勝つにある。経済で相手国を絡め取って中国側に引き寄せるやり方だ。その意味では中東も平和でないと困る。だから今年3月にサウジとイランを和解させ、その後中東和解外交なだれ現象をもたらしたばかりだ。 前景の習近平が狙う米一極から他極化へ台湾有事を作り出すのは CIA だの図表2の1、平時66に掲載した時系列を本コラムの図表1として以下に貼り付けるこの流れを受けて8月26日のコラム習近平が狙う米一極から他極化への実現に一歩近づいたブリックス加盟国拡大に書いた状況を維持し推し進めたいのが習近平の狙いだ。 ところが中国が中東で影響力を高めていることをアメリカのバイデン大統領は面白く思っていない。そのことは10月11日のコラム、ハマスの奇襲背景には中東は介に動いた習近平へのバイデンの対抗措置に書いた通りだ。しかしアメリカが介入してきた途端に戦争が起きる。それを17日から始まった第3回一帯一路フォーラムまでに示し、 参加した約140カ国の関係者と共有したいと習近平は思ったのに違いない。中東勢力図は米中派遣の分岐点。以下に示すのはガザ地区とイスラエルの間で起きている紛争に関するアラブ諸国の勢力図だ。緑色で塗った国々はイスラエルを国家として承認していないイスラム諸国である。 点線の矢印で記したのは図表1にある習近平が起こした中東和解外交なだれ現象の中の象徴的ないくつかの国の和解現象をマップ上で可視化したものであるパレスチナのガザ地区とイスラエルの紛争に関してはまずイランがパレスチナ側を支援しサウジはそのイランと協力関係にある。 万一にもイランが軍事的に参戦したりなどしたら、中東戦争になるだけでなく、ウクライナ戦争と相まって、第三次世界大戦に発展する可能性もある。したがって、中国もサウジも必死になってイランに協力を求め、停止制だもしイスラエルがガザ地区の住民に対して、同行した攻撃を加えたら、イランが動き、アラブのイスラム国家が結束して、それに続くことになるだろう。 バイデンは今、イスラエルに向かっているが、そもそもハマスの奇襲攻撃を引き起こさせる原因を作ったのはバイデン自身であって、加えてアメリカがイスラエルを軍事的に支援するとなれば、中東は火の海になる。大統領選のためにユダヤ人を重視し、イスラエル側に立つアメリカと、サウジとイランの首脳会談により、反イスラエルを明確に表明した中国。 中東の勢力図は今後の中米派遣の象徴のようなもので、習近平の戦略を知らない限り、日本はアメリカが誘導する台湾有事から逃れることはできないかもしれない。その認識を読者の皆様と共有したい。